こんにちはマスククドブラック先生です、えー、昨日に引き続きですね、えー、また、えー、高校偏差値 .net の、えー、表を見ながらですね、えー、高校一つ選んで、えー、そちらを分析していこうと思います、えー、中学3年生の皆さんのですね高校選びの参考になればと思っています でえー、最初にお断りなんですけれどもこの動画はあくまでも公開されている情報で特に偏差値です、ね、を中心に高校を分析していきますので、えー、その学校に通う生徒さんですとかその高校の優劣を表すものではありません、えー、で偏差値をです、ね、中心に分析していきますので 部活ですとか、えー、通学距離ですとか学校の雰囲気などは是非、えー、一度ですねその学校に行ってみて学校見学学校説明会などで、えー、実際に感じ取っていただければと思います。 では今日も見ていいこうと思いますで今日はですね、えっと、昨日の春日部東高校が、えーまあ、ある意味受験予備校みたいな形の、えーまあ、あまり好きな言葉ではないですけれども自称進学校というか、えー、もう大学を目指すための、えー、学校という形で、えー、校則も厳しいよ、頭髪検査だとか えー、服装検査だとかそういった部分ですね、えー、あるいは課題がいっぱい出ますよっていう噂をよく耳にしたので、えー、じゃあそこから、えー、少ーしだけですね、えー、偏差値を下げて、えー、高校一1つ選んでみるとどんな感じが見えてくるのかっていうところを、えー、見ていただこうと思います。えー、今日取り上げるのはですね偏差値56の、えー、越谷西高校。 です昨日取り上げた、えー、春日部東高校が、えー、60ぐらいですので、えー、偏差値としては、えー、4つ低いっていう形なんですけれども実際のですね合格者の、えー、偏差値を見てみると53から59っていう形で、えー、越谷西高校の上位層は、えー、もし 春日部東高校を受けていたら受かったかもしれない、まあ、こればっかりはタられ場なので何とも言えませんけれども、えー、受かったかもしれないレベルの子、えー、がいるっていうところですね。では、越、え、谷、ー、西高校のホームページを見ていくとこちらですね。越、え、谷、ー、西高校なんですけれども、えー、こんな形のホームページで、まあ、一体、 的的なな標準的なホーームページですねでその中で、えー、一番最初に見たいのが、えー、募集人数なんですけれども、えー、募集要項を見てみると、えー、320名という形の募集になっています。えー、ですので8クラス編成という形の学校ですね。で、えー、例によって カリキュラム表を見ていくんですけれども、えー、カリキュラム表を見ると、まあ、1年生のうちは分離の選択なしに、えー、全員同じカリキュラムっていう形ですね。で、えー、数学から見ていくと数学1と数学 A があって、えー、理科は基礎科目を2科目科学と生物をやりますよ。 というところですねで2年になると A 類 B 類っていう形で分離ではなく A 類 B 類っていう形で名前を変えているのはですねきっと3年生になって文系と理1理2ってなるんですけれども要は理系で3年生の時に数学の3をやる理2ですねのコースと3年生で数学の3をやらない 理、えー、チのクラスに分かれるので、えー、2年の時にはですね、えー、理系を選ぶのであれば、えー、B 類を選んでおくことによって数学 B までやりますよ。<laughs> で文、えー、系を選ぶのであれば数学2までで数,数学 B はやりませんよっていう選択になるかと思います。 で、えーっと、そのほかなんですけれども文、えー、系を選ぶと、えー、世界史の B をやる社会ですねで B 類を選ぶと、えー、世界史が A 科目になってしまうので、えー、上位国公立を狙う時に B 科目が必修になってしまうと、えー 3年生になって理科の2を取っても社会が日本史 A っていう形で A 科目になってしまうので、えー、ちょっとこれは厳しいかなっていうところですね。ですので、えー、上位の国公立狙いの理系っていうのは、えー、ちょっと対応できるカリキュラムではないっていう形ですね。で文、えー、系ですと文系はですね世界史の B。 が、えー、2年生であって、えー、3年生で日本史の B あと政治経済で,に、えー、でありますので、えー、このうちの2つの組み合わせですねですので政治経済と世界史 B っていう組み合わせか政治経済と日本史 B っていう組み合わせになることが多いと思いますでえー、っと文系の選択で地理 B もありますすのででここですねチリ <laughs> B もありますのでチリを選択することもできると思うんですけれども私の個人的な印象としては、えー、理系でですねチリ B を選べるようにしていただいて、えー、暗記科目を少なく まあ日本史、世界史に比べたら若干少ない地理 B を理系で選べるようにしていただいて、えー、この日本史 A ですね日本史 A をやらない、えー、あるいは日本史 A と地理 B の選択ですとか日本史 B と地理 B の選択っていう選択が可能になれば、えー、3年生で理科の2ですねこのコースを選んだ時に数3までやって でチリビートの組み合わせで上位国公立が狙えるカリキュラムになるのになっていうちょっと残念なカリキュラムっていうところが見受けられます。でえっと合格実績なんですけれども、えー、まあ、先ほどのカリキュラムからもわかるように、えー、国公立の大学への進学はゼロです。 ですので、えー、目につくところとしてはマーチの青山、えー、学習院ここですね学習院、えー、ぐらいなんですかね。ですねその辺が、えー、上位層。 で、えー、そのほかでは、えー、あまり目につくところがないかもしれないですね。えー、っと日本女子大日大もないっていう形なんですかね。 ちょっと見つけられないですね。ですので、えっと、本当の上位層がですね、えー、たまに何年に一度か G マーチの合格を取ってくるレベルですね。ですので、えー、その下ですと日頭駒戦レベルで見ると駒沢でも、えー、何年かに一度っていう形ですかね。で、えー っていうレベルでですので、えー、大東文化この辺ですね、えー、大東亜帝国レベルにボリューム層が集まる。ボリューム層といっても、えー、20人かけるぐらい、まあ、この年度で21人ですか。ですので、えー、大東亜レベルで、えーまあ、上位層と言えるのかな。で、えー、それ以外のところに要は大東亜レベル 以下ですね、の大学学にに進学すす。るるっていいう高校になるかと思いますですので、えー、最初のスタートが、えー、偏差値56でしたよねで、えー、高校を選んでこういった形で、えー、昨日取り上げた春日部東高校ですと偏差値60スタートで、えー、まあ厳しく勉強課題等々やらされて、えー マーチニットコマ線が見えてくるっていう形ですのでここの高校選びの段階の、えー、56と60の差っていうのは、えー、想像以上に大きいのかなっていう,う、まあ、大学への進学を見据えた時にですね、えー、想像以上に大きいのかなっていう印象があります。で、えー、逆に、えー、その前の動画だったと思うんですけれども。<laughs> えー、就職のルートを持っている、えー、高校とですね比べると、えー、こちらはもう就職っていう選択がなくなってしまいますので、えー、勉強はあんまり好きじゃないから、えー、もう高校卒業したら働きたいよってなった時に、えー、就職のルートは、えー、選択肢としてはないと。えー 考えていただいていいいいいただかと思います。ですのであくまでも進学は進学なんだけれども、えー、それほど厳しい勉強を高校でするのではなくそれなりに勉強をして、えー、大東亜帝国以下の、えー、大学への進学っていう ことになってしまいまいすので、えー、今中学3年生で、えー、これから来年の受験に向けて、えー、頑張ってるお子さんはできればこの偏差値50代を超えてですね60に手が届くか届かないかで、えー、見えてくる大学が大幅に変わってきてしまうんだよっていうところを、えー、感じ取ってこの1年過ごしていただければなと思います。 でえー、いつものですね、えー、一新小太郎塾の、えー、内進点等々の比較を見てみると、えっと、越谷西高校ここですねですので偏差値が52あればこちらですね52あれば有望ですよで、えー、49でも可能ですよで、えー、内進点は32から30ということですので、えー オール3だと厳しい。でも少しだけ4があれば、えー、十分可能っていう形になってきますので是非、えー、中間テスト期末テスト頑張っていただいて、えー、内申点を少しでも1点でも多く稼いで、えー、偏差値50台を抜けるっていうことを目指していただけると、えー、見えてくる大学が3年後4年後ですねだいぶ違ってくるのかなっていう印象です。 では今日はここまでです。さようなら。